はい、聖剣のワンちゃんの、座りですね、座れですね。まずコマンドを決めてください。お座りなのか座れなのか、しなのか、まあ、今ドイツ語でジッツとかいう方もいますけど、何でもいいです。じゃあ中国語の当社でも構わないです。それをまず家族で決めて、統一してください。いいですか。で、この子は、なんだろうね、座れでいきましょう。まずこの子何も座れできない場合ですね、手元に、これ食事の前にやった方がいい。これを習慣でやっていっても構わないです。食事前に、何粒かドッグフードを持って、やっても全然構わないので、まず、今勝手に座っちゃいました。おいで、座れ。上に上げます。この子ある程度理解してるから座れ。上に上げます、方法いろいろあります。鼻先でまず誘導して上に上げ、座れですさせます。誘導して座れ。で、じゃあ自分はどこで座らしたいかをそれを言ってください。じゃあ左側に誘導したい。このまま誘導して左側に来たら上げてください。いいですか。おいで、左側に来たら座れ。来たらそうです。例えば正面、おいで。正面座れ。